シンガーソングライターの井上太郎です。今日は、お知らせ動画でございます。というか前回もお知らせ動画でしたよね。すいません。今日もお知らせさせてください。最近はまだですね、YouTube のカバーは上げれてないんですけども、YouTube ライブは毎週コンスタントにやっていたりとか、あとはとにかくですね、楽曲制作に勤しんでおります。で、ようやくその制作も一段落しまして、いろいろと目処が立ったのでお知らせいたします。まあタイトルとかサムネにもあると思うんですけども、なんとミニアルバムのリリースが決まりました。よいしょー、よいしょ、よいしょ。はい、ということで改めて5曲入りのミニアルバムリリースが決定しました。2023年の締めくくりということで、12月の13日、下北沢モザイクさんというところでワンマンライブさせていただくことが決定しているんですけども、その12月13日から発売予定でございます。で、前回と同じようにですね、僕出身北海道なので、北海道の CD ショップ、あとは関東でも少し置かせてもらったりと、あとは札幌時代からずっとお世話になっている音楽どころさんというところの通販、それと僕がやらせてもらっているイタサポクラブというファンクラブがあるんですけども、そちらのウェブショップ内で購入することができます。そしてもちろんライブ会場での購入もできますので、12月13日から発売開始でございます。ライブ会場で買っていただいた方にはもちろん時間の許す限りですけども、あのサインとかもねさせていただきますので、ぜひライブに来て買っていただけるととっても嬉しいです。で、今回のミニアルバムですね、割と明るいです。最近作るものってそんな明るいって曲あんまなかったんですけど、5曲通して聴いてみると、あ、なんか救われるなーって、ちょっと明るめのねアルバムになってます。ミニアルバムのタイトルが爽快というタイトルでございます。まあ今は皆さんこの爽快というタイトルから何をご想像されてるかはちょっと僕にはわからないんですが、いろんなことで想像を膨らませて待っていただけるととっても嬉しいです。ただミニアルバムということで5曲なんですけども、5曲めっちゃいいです。なんか割といろんな方向から寄り添ってくれるようなアルバムになってるんじゃないかと思いますので、ちょっとね期待値上げーで待っていただけると嬉しいです。どうしよう、余裕でハードルくぐっちゃったら。で、アルバムのジャケット写真とか、収録曲とか CD の取り扱いの店舗様とか、随時情報公開していきますので、 YouTube のコミュニティとか SNS でぜひチェックしていただけると嬉しいです。お願いします。僕は年内ここからですね、まだ遠征があったりとかワンマンがあったりとかで結構ね忙しくさせてもらってるんですけども、その中でCD まで出せるということでですね、いやー嬉しい。まああとは何のイレギュラーもなく無事 CD が出来上がり、12月13日の時にワンマンライブ、うわー盛り上がって CD が皆さんのお手元に届くように、頑張っていきたいと思います。で、とにもかくにも12月13日のワンマンにめちゃくちゃ来てほしい。もうね、後悔させないどころか、いや今年一番テンション上がったって言わせますので、ライブも楽しんで CD も買っていただければと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。隣あった方に感じてたぬくもりも、たまにぶっとこもってた君のその表情も飛び立って消え